うちの庭の畑のね、水はけすごく悪かったのさ。うちのじいさんがやってる時悪くて、俺がやり始めたら排水性がねすごく良くなって水たまりが一切できなくなったんだけども、それ何やったのかっていうことを今回お話ししたいなと思って、動画撮ってるんだけどもね、まず俺のじいちゃんね、畑どういう風にやってたかっていうと、まあ、定年退職した後暇でね、家一軒分の畑あって、そこでずっとやってたんだけども、すごくまでで、津軽弁で言うと丁寧な人でさ、すごく丁寧で草一本残さず取ってたの。根っこごと丁寧に釜を持ってちょこ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 って取ってたの。そしたらね、水はけ悪くなったの。これなんでかってことも後で話するんだけども、で俺はね、普通のじいさんとはちょっと逆で、めんどくさがりの、まあ、空骨闇っつってめんどくさがりっていうことなんだけどもさ、ね、本当にできることならやらなくていいことはやらない、やりたくないっていう人だから、草取りをしなかったの。まあ刈払機でね、草刈りはしたんだけども、根っこは残ってて、そんなの生やしとけと。草を刈って表面の草を集めて腕の間に置いとけば堆肥になって土ができるから、それでいいじゃん、生えてきたっていいんだからって、そうやってやってたの。そしたら 2,3 年で水たまりできなくなりましたね。だから今回水はけを、排水性をね改善するために何が必要かっていうと、庭の草を残してあげてほしい。の上に生えてくる、地面の上に生えてくる上のね、なんだ地上の草は刈ってもいい、はい、除去してもいい。だけども根っこは残しておいてほしいなっていうこと。また生えてくるけども、それはまあ電動の刈り払い機でも買ってくれれば水はけは良くなるはずなんで。それなんでかっていうと、根っこが残ってる。で、その根っこが死んだ時、その根っこの間は、ね、穴になるわけじゃん。だからそこから水が抜けていくっていうのもあるし、根っこがいっぱいある。植物が生えてるってことは微生物も生きてる。いっぱい生きてるわけさ。で、うちはミミズもいっぱいいる。ミミズも穴を開けて、穴だらけにしてくれる。それは水がスーッと抜けてくれる。そういう穴を作ってくれるのさ、生き物たちが。だけども、うちのじいさんみたいに、根っこも全部取ってしまってっていうと、ね、土を掘り起こすわけじゃん。そうすると土の粒子が細かくなって、逆にね、密になるわけさ。根っこを残してっていうことは土をいじらないってこと。栽培で言うと、まあ、不耕菌に近くなるんだけども、そうすると団粒構造って言って、こういうふうにつぶつぶができて、このつぶつぶの間を水が抜けていくっていうさ、まあ、いっぱいあるのをイメージしてもらえればいいんだけど、団粒構造って検索してもらえればわかるんだけども、そういうのができてくるわけさ。それをうちのじいさんは、草は敵だっていう、まあ、古い考え方、昔の考え方でやってたから、草は敵だ。全部取り除け。根っこも残すなってやってたから、逆にね、土がずっと何回も何回も、耕されてるような状態で粒子が細かくなってピチッと逆に固く締まってしまって排水性が悪くなったのね。で俺に代になってもうめんどくさいと、まあ、土作りのためには草も必要だし生き物も必要なんだから草残してあげた方がいいじゃないのと、まあ、そこに作物植えるわけじゃないよ、通路部分で物干し竿とか置いてあるその場所なんだけども、ね、そこであっても生き物がいることはいいことじゃないかと、ね、人間が余計なことする、一生懸命余計なことして汗かいて疲れて逆に悪くなるんじゃないのって俺は思ってたから、俺は草は取らないと、ね、草刈りはするよと、その代わり表面のね刈り払い機でね刈って、でそれを 2,3 年繰り返したら水たまり全くできなくなりました。俺のじいさんがに全部任せた時、元気だった時は1日でも軽く雨降れば入れないぐらい水たまりビシャビシャでさ、なんて言うんだろうな、本当に工事現場とかの重機が入った、何回も入った場所って水たまりがすごくいっぱいできるじゃん、薄くさね、あとほら砂利を敷いて駐車場作ったとことかもう水たまりいっぱいできるじゃん、ああいう感じだったの、畑なのにね。で俺がね本当にその草を取ることをやめて根っこを残す形にして生き物が生き残れるような環境を作って、だけどまあ人間はね歩くのにちょっと草邪魔だからって刈払機で刈っただけ、地上の上を刈っただけっていうやり方にしたら水はけが良くなったのさ。でそのおかげで土の畑にしている畝の部分も水がたまらなくなった。だから畑っていうものは植えてる場所だけを見て土を作るんじゃなくて、その周りの通路部分、ね、うちで言えばさっきも喋ったけども物干し、物干し竿を立ててるだけの場所、歩くだけの場所の草も排除するんじゃなくて残して、そこの環境も作って、そのおかげで
畑植えてる畝の方も良くなっていくっていうこともあるんで、ね、もし畑っていうか庭のね排水整理困ってるっていう人がいたら、ね、ちょっとかん試してみてほしいのは、草を残してみる。まあ砂利とか敷いてればまあ難しいんだけれども、例えば土だけで草が生えてるだけの場所であれば草を買ってその草だけを集めて、まあ畑があれば畑に戻してもらえばいいけど、そうでなければまあゴミに燃えるゴミに出すとか、近くで家庭菜園やってる人は堆肥にしてってかわけでもいいし、ね、そういうことをしてほしい。だからもう一回言えば土の下にはね根っこが張ってて、それが死ねばね水穴ができるわけだから水が抜けていくと、ミミズなり生き物が虫がね張って歩いた場所、これをこの構造を壊さないようにすればそれも水を抜けていく通り道になるんだとね。でその構造を壊してるのはまあうちの場合は死んだじいさんだったわけさ。一生懸命、人間から見れば一生懸命丁寧に草をね取って根っこごと取って一生懸命仕事してるすごい人だなって、まあ近所からでもみんなに言われてたんだけども、で俺になると草も取らないで刈り払いでさっさっさってで終わってね、なのに終わってるだけ、まあ手抜きっちゃ手抜きっつうかあまり汗かかないでさっさっさってやってさ、ね、年に2、3回、4回とかやってるけどもね、そういう感じでやってるだけなんだけども、実はそれが土の中の構造を、物理的な構造を壊さないっていうこと。乱流構造が残る、水はけが良くなる、 虫が通った後、根が通った後の穴ができてそこを通って水が抜けていくと、でその酸素が行き渡ることによって生き物もまた増えて、根っこからまたね、有機酸とかいろいろ出てくるのかな、それで有機物も入ってくるし、そういう働きもあって、根っこの周りはね、根茎微生物がいっぱいいるから、どんどん土ができていく。そのおかげで、うちの畑、庭の畑は完全に肥料なくてもできる。まあ、ね、有機物は入れてるよ。草の処理に困ったらね、腕に置いたりとか、軽く堆肥化して入れたりとか、それぐらいで、全然、購入してないんで肥料とか農薬とか一切使わず、ね、農薬を使って除草剤を使って草を殺すってことは、それもまた暖流構造を壊して単流化、密度の濃い、密度の細かい、密な土になってしまってしまって逆に硬くなって根張りの悪い土になったり水はけの悪い土になってしまうと、ね、そういうことになるんで、草もねある程度確かにね、あれは困るっていう時もあるんだけれども、ね、あってもいい場所、通路とかは残して草刈りだけにしておくとか、そういうことね、一生懸命手をかければかけるほどいい効果が出るとは限らないから、ね、あえて手を抜くような、楽をするようなことをした方がいい効果が出るっていうことも、ね、再認識して、考えてやっていくっていうのが有機農法、自然農法だと思うんで、今回の水はけの話一つ聞いてちょっと試してみてほしいのは、一部分残してみるとか、まあ、昔出した動画でね、穴を開けてみる、鉱板を貫く、まあ、50センチ60センチぐらい掘らなきゃダメだけどもね、それで水はけを改善するっていう方法もあるけれども、そういう草を利用する、生き物を利用するっていう土作りからの水はけを良くするっていう方法もあるんで、もし参考になれば幸いだなと思って動画撮りました、ね、草は敵じゃない、虫も敵じゃないと、ね、そういう考えで自分が楽する、一生懸命忙しいからあちこち畑もやったりね、いろんな仕事やってるから、こうやって YouTube 撮って検索、なんだっけ、動画編集したりとかやってるから、一人でねやってるから、草を一生懸命じいちゃんみたいにね、退職した後みたいに釜で一個ずつ取っていくと、家一軒分の畑やってるってそんな暇ないから、刈り払い機持ってるからそれバーッとやって、まあ一回で10分ぐらいで終わるような程度なんだけどもね、やって終わらせてたら、そしたら水はけ良くなったと、ね、なんか余計なことをしない、これもね、水はけ排水性改善とか有機農業、自然農法、自然栽培、そういうものにとって大事なことなんで、まあ、一つそういう事例だったよと、こういうことがあったよということで共有する動画でした。もし皆さんで水はけ困ってることがあったら、まあそういうこと、もしかしたらそういうやり方ができる場所かもしれないからね、砂利敷いちゃってる、舗装しちゃってる、まあ舗装しちゃってればまあ関係ないんだけども、砂利敷いちゃってればちょっとできないかもしれないけれどもね、畑の通路部分、水はけが悪くて水たまりができちゃうっていう時、余計にいっぱい手をかけてないかなって、ね、根っこは残してもいいんだよと、ね、ちょっと刈り払い機電動のでいいから 2、3万ぐらいするかもしれないけども、でそれであれば水はけが良くなる可能性もあるんだよっていうこと、
ね、うちはそれで良くなったんで、試してみてもらえれば、参考になれば幸いだなと思っています。